拡張少女系トライナリーは、公営テクモゲームスガストブランドと、東映アニメーションが共同制作のアプリとアニメの融合をコンセプトとしたメディアミックス作品。2017年4月よりゲームアプリとアニメが配信された。アプリにて、2018年1月24日から5人目のトライナリーである、うずきかぐらのチャンネルが追加されている。 2018年8月31日にゲームアプリのサービスが終了された。2016年、首都圏に突如出現した巨大な眉のような形をしたフェノメノン。その内側に取り込まれた人々は狂い、殺し合いを始めるようになってしまう。日本政府は突発的に出現するフェノメノンを収束するべく、トライガジェットという特殊な装置を扱う能力を持つ。 少女ばかりの特別攻撃隊トライナリーを結成。彼女たちは人の心の暴走が生み出すというフェノメノンの中に侵入し、その世界を支配するクランとの戦いを繰り広げていく。2017年4月12日よりサービス開始のアプリゲーム。少女の表裏レガイ RPG。現実世界にいるプレイヤーが平行世界のヒロインに干渉していく。 スペシャルクランデザイナーは、猪ノ又むつみ、ケイ、白川、白見魚、チョボラ、ウニョポミ、ナギリョウ、ナモリ、ヒューガユージ、マモ、ウィリアムズ、ミカワベルの、モタ四九吉崎観音。ん。2018年8月31日をもって、サービス終了。2017年4月より、アプリ内分割配信を呼び、バンダイチャンネル、YouTube、ニコニコ動画で配信。 アニメーション制作はガツが綺麗のフィールが担当する。ありがとうございます。